フットチョークの一例下からのフットチョークをかけるジ・アンダーテイカーフットチョークは総合格闘技等において使用される締め技。ブラジリアン柔術ではゴゴプラッタと呼ばれ、英語圏でもこの名称が使用される。柔道かわいしメソッドなどでの別名かかと絞り。ロコプラッタのイラストを主にガードポジションの状態から自らの足をつかみながらすねを使って相手の頸部を圧迫する。 総合格闘技においては2006年12月31日、プライド男祭り2006にて、青木真也が、弱気無反戦に総合格闘技史上初めて、ラバーガードからのフットチョークでのタップアウト勝ちを披露した。また、2007年2月24日のプライド33においては、ニックディアスが、ゴミ高乗りに対しこの技で、タップアウト勝ちを収めた。 青木は2008年6月15日のドリーム4においても永田勝彦に対し今度はマウントポジションからこの技を仕掛けタップアウト価値を収めたこの時のフットチョークは後にアメリカの格闘技サイトブラディエルボーで技名募集がなされ青木プラッタと命名された WWE のプロレスラーであるジ・アンダーテイカーはそれまで三角締めを時折使用していたが 必殺技がすべて投げ技である上、自らよりも体格に勝るレスラーたちが出現したため、2008年初頭から一番の決め技として、フットチョークを使い始めた。当初はトライアングルチョークやゴゴプラッタの名称で呼ばれていたが、WWE では自らの団体と総合格闘技との差別化を図るため、フットチョーク、またはゴゴプラッタの名称の使用が許されなくなった。 そのため、アンダーテイカーがこの技を極める時の名称は、デスバレー・バイス後にデビルズ・トライアングルさらには、ヘルズ・ゲートへと代わり呼ばれている。書籍、図節関節技では両手で相手の後頭部を引き、すねで相手の首を締めるフットチョークが紹介されている。書籍、マ、まあ、モットードで柔道で紹介されている柔道、かわいメソッドのかかと絞りは、手では、 鳥の足は持たず鳥の右手で樹の右肩付近の背中、左手で樹の左前襟を持って、左すねで締めている。道書では、読みは、かがと、じめとなっている。西日本などの方言では、かかとは、かがとと発音する。河合市三木之助は、西日本の兵庫県の出身である。柔道競技ではこの技は禁止されているが、自らの足で、相手の後頭部、うなじあたりを抑え、 前腕部で相手の頸部を圧迫する裸絞りの一種鏡絞りや柔道かわいしメソッドでの上四方、足絞り、左足絞りなどの締め技は使うことができる。ブラジリアン柔術競技では足の裏を使用したフットチョークは禁止されている。ありがとうございます。